任天堂ラボのねクラフトの平和の中やってるんですけど、このゲームの中ではあのサバイバルなホラーサバホラーじゃねえわしないといけなくてですね、そのね平和とサバイバルのバランスが取れなくなってたんで、早くこれクリアしなあかんのに、昨日はもう進捗上げたもののセーブという進捗はなく、その前もね動画ではその前の動画でもそれでしたし、昨日は動画すらもアップできるすることができないぐらいプレイはしたんですけど、進捗を上げることができなくなってきてますけど、早くこれクリアしないと、平和のクラフトに頭を切り替えないと、任天堂のラボの作成の方のクラ平和なクラフトの方 の作品が非常に歪んだものになっちゃうんで、はあ、頑張っていきたいと思いますけど、こっち面白いな。そういえばイカダをすごいクラフトできるようになって、めちゃくちゃ強くなったんですよ、イカダが。今は弱いんですけど、セーブ消えたね。もう一回そこに行きたいなと思います。あ、そっか、お腹空いてたよ、俺でも。わ、しまった。もう全然慣れてない。一回ちょっと、こっち戻って、ここからか。あ、イカダが狭いね。あ、え、何してんの？ギリギリ渡した。ちょっとね、お腹空いてるんで、なんかねえかなーってところなんです。あー、オオカミいた。もう帰る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 。オオカミいる場合は帰るのが一番。このゲーム分かっててんて、俺。オオカミとかは帰るのが一番。寒い時は寝るのがいい。雨の時は寝るのが一番。寝ると、温まったり、雨止んだりしますよね。ここは、地の 120m と行かなあかんのじゃないか。やべ、行けるかな。あ、行けん行けん行けん。あれ、イカダクラフトできんのじゃろ、俺。あ、こっちか。よかった、行けんと。ここでイカダめちゃくちゃ強くなるけど、お腹また空いてるままやな。やばいな。あ、そうそう。まずね、最初にこれで、イカダのやつ、あ、イカダフレーム、あ、イカダフレーム使っちゃうの、間違えた。イカダ用金具をいっぱい作っとかなあかんのに。これで、家事と、あれができるんだよ。家事っつってもさ、家事手伝いの家事じゃないよっていうおっさんのギャグやめとけや。あの、イカダのやつですよね。ですね。非常に何回言ったの？うわ、全部使える。あ、モーターも作れるんだったら初めてや。でもまずはね、収納ボネットが絶対必要。これがあると、相手もめちゃくちゃ持ってくれないって。で、これで家事作って、あ、モーターさっきモーター作ったことない。どんなんやろ。浄水器も作ったことない。フレーム強化しかない。まあ、フレーム強化しとこうか。なんかできること、初めてや、フレーム強化したの。うわ、なんかすげえ。看板使った。ここは初めてですね、こんなにできたのは。そうなんや。なんかアイテムが違ったんやろか、前回と。でもここで、やっとアイテムをすごくイカダに乗せることができたんで。あれ？何した今？お水入れてんだよ。イカダにいっぱい渡すのを急いでお腹いっぱいにしまそうか。焚き火をイカダにっていいよな。でも俺はこのゲームだいぶ慣れてきたんで意味はわかるようにはなってきたよ。あとこの音楽も好き。うわー、お腹めっちゃ空いてる。やばい。何してや俺、分かってきてないやん。このゲームあー当たってる。フレーム強化したのに。フレーム強化したんか。あんま減らなかったもん。お、火事のおかげですごい周りが、これね、やってる人しか分かんないかもしれないけど、微調整めっちゃ効くの。今までって、よいしょって X ボタンで漕いだ時にしか結構な動きできんかったんやけど、これはね、もうこの十字キーだけで、スティックだけで移動、できるようになってます。あとは、ちゃんとした、あれがあることを、火事じゃねえ、火事っていうかさ、その、火事手伝いの火事じゃなくて、そう、我慢。我慢があることを願ってたら、我慢めちゃある。これでクリアで、クリアじゃねえわ。お腹満たせますね。クリアできたらあかんやろ。あれ？なんか9個や。10個ぐらいはないんかな、これ。ちょうど10個とかあった気がするな。あー、ちょっと待って。もっとお腹減ってからまとめ食いしよう。終わった、終わった。ワンって言ったところにあるような気がするんやけど、ないときもあるな。よう分からんけど、ここにはとりあえずおかたって誰やねん。狼はいないんで、大丈夫そうです。
まず15個あったね。焚き火めっちゃ重要やな。ガバがある時しか作れないアイテムとかもあるで、あんまり食べてばっかもえんのかいたらあかんのかな。元気あるわ今日俺。ここはタンポポもあるわ。そう、ヘビがさ、俺な、ヘビって一番ちっちゃくて見えづらいのに、噛まれた時のあのヤバさ、死ぬんですよヘビって。でそれまでにタンポポ茶飲まないといけないんですけど、なかなかそんなもん作れんでさ、焚き火も必要だし、調べたんですよ。調べたっていうか元からあるからね。オオカミいるけど何もこんなんでしょ。あ、オオカミじゃねえわ。あ、オオカミや、オオカミ近っ。危ない危ない、なんか乗ってんてるやん、オオカミあそこに。そんなことあるやん、バグってるよね。おい、今何話してたっけ、怖くて忘れちゃった。何の話してた今俺。あ、そうそうそう、調べたっていうか作ろうと思って分かったんやけど、綺麗な水と焚き火とタンポポ、もしくはこれが2つ、これアロエじゃないな、これが2つないと毒を解消できるアイテムがないんで、できなかったんすよ。あれが、あの毒の解毒剤みたいなのが。だからヘビには噛まられんしなかんねんけど、一番ちっちゃいし噛まれやすいんで、しかもオオカミとかイノシシよりも致命的な傷を負うんで、焚き火、隙があれば作っておきてえなと思ってるんですけど、タンポポいつも食べちゃうんでさ、あと漆ってほとんどないんでさ、漆1個しか持ってないやろ。だから難しいですよね。タンポポある時にできても、しかもタンポポ4つ必要だったんですよ。それで俺1回それで死んだんで覚えてるんですけど、だから今のうちに作っておきたいんですけど、雨っていうね。雨ですけど、どっか止まるとこねえかな。あ、どうしても今ウサギだけ。ヘビいるかと。ヘビはね、もういるときにシャーって音は鳴ってるんって。それで気づけってことなのな。あー、寒い。寒い、やばいやばい。寝よう。寝ないと、これ本当にね、こんな雨のとこ、あー、イノシシいる。寝るとこねえやな。雨やんだか。よし、雨やんだで一回ここでタンポポもあるし、薬作って寝とこっか。こんなに計画的なサバイバルしたの初めてかもしれん。おタンポポでも1個しかねえね。ああ、ここにあったんで一回作っておきますね。何をするかっていうと、いっぺん綺麗な水作るやろ。で焚き火も作ろう、持ってるけど。イカダ用金金具も使おう。作れない。タンポポ1個の方は食べよう。で、タンポポと火があって、浄水器が、まあ、綺麗な水があったら、あとは羽をイカダに渡したりとか、渡して、イカダに渡して。これイカダでしか使わない、イカダを置いとけばいいかな。場所悪いかな。お、できたんかな。場所が開かなくなった時ができんかっただけですから。これをするとさ、あの温度も回復して、俺まださ、ウサギ取ってないセーブデータないって。これ取ったことあるんやけど、それはセーブできなかったんで、ウサギ、そうそうそう、ここでまず体温と睡眠を非常に良くして、そんでタンポポ茶作れるの嬉しいな。
蛇に噛まれてねえのに作っとくっていうね、この前倒しが非常に重要。こっちはチャプチャプかな。タンポポってそういう効果があるの知らなかったよね。これタンポポちゃんってかわいい、これ初めて作ったかもしれん。犬に移してこ使わない、間違えてもないの。で回復してきたところで寝たら、でもご飯がない、やばい、ご飯ないな今は。これだけ食べさせてもらってごめんなさい。ちょっと1時間でも2時間でも寝て、よし、でこの状態でいきましょうか。じゃんけんの法則ってロードゲームでも必要やね。寝たら腹減るけど腹減ったら死ぬし、ちょっとじゃんけんの例えにうまく言えなかったんですけどもね。ピザ系フラッツ、どこ来たっけこれさ、初めて知ったけど自動何やこの歌、いい歌やな。オカミかな。あのさ、知ったんやけどさっきラボ話っていう動画撮るときに、このこれを買ったきっかけになるニュースをもう一回見直してみたいな文章、やった後とやった前じゃ関係が違ってくるかなと思って、やった後読むとさ、やっぱりやる前には分からなかった文章が書かれてたところに気づいたけど、この地図って自動生成なんやって。だから毎回違う地図らしいんやけど、俺もさっき言ったようにイカダのやつここにあるとか分かってたで、ある程度決まってるから、このマップの石の位置とかが自動生成なんかなって思ったら、自動生成で当たったんかな今。いや覚えてねえし、 でも町の名前は自動生成なんかなっていうぐらい初めての感じで、いつもなんか新しい名前の感じで、俺が覚えてないだけなんでしょうか。その辺もちょっと分かんないですけど、でもフレーム作ったから歌は完全にランダムやね。いいね、シャーってなってないから絶対タンポポっぽいあるし、あ、地形早っ、あ、危ない危なかった今の。ねえ、本当にね、弱気やけどこういう風にした方がクリアできる。これで簡単モードやでな。わあ、風が効くわ。喧嘩か、街がさすがに喧嘩か。歌やねん、これゲームの歌じゃねえぞ、ここまで来たら。ここまで気持ち込めて歌われて、あーあー、うまっ。自動生成バグで通れん道とかできたりした。一番最初に、あれ道見えん、怖かった今。あ、またイカだよ。イカだ、用あるな今回。前イカだ欲しい時イカだなかったのにさ、ラストウォーターって言うからもうないかと思ったらあるよね。さっきは言ってないっちゅう。全然面白さわかんないっしょ今の。だって面白くねえもん今の話。イカダに行こう。イカダに行ってこう、間違えて乗らんように Y をちゃんと A じゃなくて押して、これをリュックに移してガソリンを入れとこう。モーターっていうのをさあるらしいんで、モーターっていうのを作れたら一回ガソリンっていうのを使ってみようか。どんなならやろう。でも使うのもったいないよね。まだ作れんよね、全然。マイナー修理だけしときます。まだいけるか。でもあんまり当たらん方がクラフトできるんか。そうやな、当たり前のこと言ったね、今。あんまりやっぱ当たったらあかんないな、どこにでも。回復できんよってことやって、回復するためにもそこに使うアイテムは他のクラフトに回せなくなるというリスクがあるということや。
こかよ、これは。来れるのかな。プラナヤリフージ。そっちがランダムで作った名前やろ。わっけわからん名前。発音しづらいの。プラナヤリフージ。続いての手袋は布にできます。広そう町。うわ、なんかめちゃくちゃ回復あるし。あるな。例の音みたいじゃない。るのいるの、犬かと思ったやん。おいたー、こいつ痛かった。あ、危ない、2個骨折れたらあかん。あ、骨折れたか。当て気あるかな。しまった。ちょっと待って、当てぎってどうやって作る。当てぎ、あー、ないな、きつ。ちょっと待って、当てぎって、あー、雨降ってきた、やべえぞこれ。ちょっと待って、いっぺん食べよう。で、当てぎって何で作られたっけ。当てぎってどこにある。なんでこの下にあるやろ。あ、ポーチも作ったことないんや。ポーチ一回作ったんやけど、ウサギの皮が必要やでか。当てぎはこれと布が一個あればいいんやろ。布があと一個あればいいんやけど、布が一個しかなかったんや俺。布ってどうやって作るやろ。包帯作ったらあかんってことやろ。布ってどうやって作るやろ。布なんて作れんわい、やばい。布取るしかねえ、どっかで骨折れたまま行って。やっぱ疲労がすごくなるやんな、あれやと。おお、おいしょ。おお、難しくなってきてる、コース取りが。でもね、毒よりいいんですよ。それでも毒の本当にね、そんなことないか。でも早く直したいな。うわ、やばい、寝れるかな。焚き火しよう。焚き火して布手に入れよう。なんか布ありそう。焚き火しよう。でも焚き火場所悪いんか。これ焚き火ってこっからできたっけ。あ、できるんやん。やっとでき、やっとショートカットキー使った初めて。寝るわ。寝て、あ、雨降らんといて、うん、よし。狼が鳴いてるよ。あ、でも火があるからこっちは来れるのか。来てるわ余裕で。何してんあいつ、来んなよ。寒気になっちゃってるっちゅうの。火があるとこには来れんだよね、やっぱ。もう一回作戦を練ろう。火があるとこには来れないって言うけど、これがあればあっち行ける。四方体、まあここ一回離れようか。
夏なんとかがあれば温まっていけるし。あ、でもやっぱ走るのが遅いな。骨折れてるもんだって。どこの骨か分からんけど。あ、ほらほら、この乗り方になるわな、骨折れてたら。すぐ寒くなるよね。あったかい服何にもないんやね。ウサギ取って骨直さなあかん。あのイノシシめ、やっぱ全部逃げるべきやな。てか、イノシシとヘビの方が狼より強いってなんやって。狼ってそんなに死なんよね、なんかされても。しかもなんかされづらいし、弱くて。何の話やねん。そういう、本当よ。布くれ。布ちょうだい。布ちょうだい。でも食べ物もちょうだい。だいぶ作りが同じ場所が多いね。消費する1個だけですぐ行って、これを全部消費して、あかんのいた。あかんのいた、あかんのいた。もうあかん、もうあかん。いつだけ絶対な。布取ったかな、今。うわ、来てる。なんかいい感じで待っちゃったけど、布取ってないよね。ああ、骨折痛えな。次行こうか。ずっと骨折したままや。この乗り方のまんま。あ、近くにある。またなんで一回一回空腹で出たの。そんなに空腹じゃない時に。まあ空腹過ぎる時には空腹はもう通り越してくるか、るから空腹って出ないんだねかな。空腹いつも半分の時に空腹って出るけど、いつも半分以下のお腹でやってきたから、空腹っても出なかったんですよ。すっごい減ると、空腹と、あのめっちゃ空腹、超空腹っていうのと、空腹すっごい空腹みたいになんか2個空腹あるよね、そのさらに後に。空腹の半分で空腹って出た後にさらに2段階危険空腹みたいなのあるよね。空腹、すごい空腹って言われて、布が欲しいよね。布以外はめちゃくちゃ手に入るな、最近。いるんかい。危ねえ。
布探しの旅がをやってるんですけど、ないね、布ずっと骨折れてよ。でもそんなに骨折れててもね、歩くのが遅いぐらいで、ほら切り傷とかやとさ、すごい疲れが出てくるんて。狼の怖いとこはそれやな。骨折は辛いなと思ってたけど、狼の方が怖くないなって言ってたけど、切り傷の裂け傷やったっけの狼の方が辛いな。疲労がすげえなった気がする。でも骨折はそうか、物理的な動きができなくなる方側なんかな。でも本当は骨折は辛いよね。ずーっと骨折したままですわ。また空腹か。取れんかったのかな。ブラドリーベイル取れたよね今。釣り糸、これは寒いな。寝るとこが少ないんだよな。温まりて、だから寝るとこ、これで寝るとこってないんやよね、あんまり。この地図知ってるかなって。てか寝るとこどこか、これなんもないんか、この街。帰ろ、帰ろか。せっかく来たんやから。ああ、よかった。天気が晴れれば太陽も回復するわよ。これ何もないな、この町。どうしたやろ。何やこれ、さっきの町と似てて、さっきの町でとっつんだから、こっち側のあれもあれになったんかい。あ、作れる。あれ、骨折マックスになったらどうなる。あれやべえ、俺やべえかもしれん。やっぱ知らんことがあるかもしれん。包帯布、骨折、やべやべ。とりあえず焚き火作っていくかよ。そっから作ってるわ俺。結構あったまんなかんねんな自分は。俺これ寝ていいと思う。なんかダメな気せん、骨折が。骨折がたまりそうな気せん。ほら、これ骨折たまったらどうなるかちょっとわかんないんですけどね。行ってみようかな。頭までいっちゃったらどうなるの。さっき薬作ったけどさ、薬じゃねえや今回は。サバイバルに悪何が出るだろうって書いてある。骨が折れるとサバイバルに支障が出るだろう。あ、骨折完治なんやね。勝手に治るんや骨折。まあ前も治ったか、よかった。もうその音楽乗れるぐらい気分は今上々。気分上々っていう言い方すると、上々気分マグノイア。これ自動生成やとしたらすごい近くに出過ぎてるバグっぽい。また人歌ってるわ。いやでも感じ的にはその歌詞で合ってると思うよ今の俺の気持ち。骨折も治ったしよ、次は脳の迷惑。あいたー、あ、いたー、本当にびっくりした。でも僕は今はもう持ってるんだよねこれ。シュッ、すぐ直す感知、感知してちゃんと瓶が空になって上に来るところがすごい、ね、当然でもあってもすごいところ。
ここに行ったらなんか違う違う違う、この人と話したかったんじゃない、何の開発の話になって、This came from like a really pretty simple place, which is just I was really interested in the idea of making a survival game. And I was thinking about, is there some sort of a mechanic or something, some way that we could build a world that would force the player to move forward rather than become Yeah, and I think it's one of those things where maybe there's one purpose where something starts out, but you realize it's got a much greater payload than the initial thought. So I was thinking about it from a mechanical standpoint, but I think it's actually one of those things that Damian is excited about. The notion of the river was so exciting, not only for like programming there, because it has all kinds of interesting sort of technical challenges behind it in terms of laying out the river, in terms of food simulation. アルコールがねえかな。やべ、次の問題発生してるやん、この説の頭に。あ、やった。もういるの分かってたけどやっちゃった、今。なんか、such a deep history in American culture. So like the notion of delving into some of the different sources and doing our own version of it. Absolutely, I was on board with that. どうやって作れるの？ごめんね。包帯の作り方。包帯の作り方。あれ？何これ？なんか違うかな、いつもと。 あれがあっちになってた。 感知のグラフじゃないんやってな。感知のグラフの場合、骨の場合は感知のグラフなんやってな。よくわかんないよね。とにかくさ、イノシシとオオカミには近づかないことだ。何回それ言っても近づいて結局骨折も先傷も知ってるじゃないですか。 次から、事故が怖いよ、ダメ。絶対ダメね。絶対ダメ。もう帰ります。 晴れてればさ、あの松明かりとかいうやつを作れば、 狼寄ってこれないから、その間に探索するのもあるんやけど、でもね、あれ意外と短いし、グラフが出てればわかるんやけど、わからないといつ終わるかな。多分、メニュー見れば出るんかな、こういう、いつ終わるのやつよ、みたいな。おっと？取れんかった。当たる方が痛いから、やめとこう。 よし、マトロ。よし、来た。マト。え？なんで暗くなってんの？また狼泣いてるわ。あ、寒いんかな？
乗らない、何にも取らないっていう、近くに間違ったこともあるんですけど、傘作って何よりも先に傘作って、イカダに傘つけようか。なかったね、イカダに傘のクラフトなんて。ミクサーリア、これなんか祠並みに名前わからん名前やな。なんもねえやん。ねえ清水、飲もう。あ、寝るとこある。お、ウサギの天ぷらができた。やったやったやった、めっちゃ出てきてる。これによってあったかい服着てやっと作れるぞ。ウサギ取らんでもウサギもらえたし、今寝ると雨止んだりあったまったりしてるはず。フォーンって何の音なんやろ。寝た音なんかな。なんか治った時の音で字が出てないかと思ったら、そうでもない。ウサギの手袋を作ります。ウサギの帽子も作ります。作れません。装備します。あったかく少しはなって、あれ今何もつけてなかったね。手袋よかった感じするよ。感知するまで行くし、ウサギのなんか作るのかな。ウサギそんないっぱいやんかった。あのカセットテープって俺なんかオプション設定して出てるんよね。最初って分かったもんね。そのオプションを直してないだけでずっと出っ放しになってるよね。よう喋ることあるな。あんだけのテープ全部違うこと喋るんかな。おい、なんかあるけど行こう。おお、先にボタン入った、押した入った。かなりプロの技だよね今の。ライナーサギッチかなりプロの技だけどね。見えて当たるかどうかのところで A 連射しちゃう、全然プロじゃないか。普通ですか。すいません。これのゲームのテクニックは誰しもが持ってると思います。よほど喋ることないんか僕は。布にします。食べるものってあったっけな。あ、電話鳴ってる。まあいいや、今は後で出ます。これも飲んじゃうとあれやでな。犬、あとでイカダから瓶取ってこっかな。いざという時のために取っとけよっていうことが分かるようになってきたね、サバイバルで。今別にいらんわみたいな考えが RPG よりもない、持ってはいけないというか、絶対今困ってなくてもすぐに必要な時があるから、そういう感じになるな。それはこうやった方がいいよね。瓶がちょうど手に入るという奇跡なんて大きいんやろなってさ、ちょっと頭で思ってたらあったっていうね。いかだに取りに行かなくても済んだ。そのなんか防災とかもなかなか皆さんは本当にね、準備しないじゃないですかね。あんまりその一瞬のなんつうの、その地震が本当にあった時とかにするけど、なくて常に準備してみましょう。